ああのさ二人ともさすがにこの時期になっても曲ができてないのはまずいってわかるよねまずいどころじゃねえよお前らやる気あんのか俺は悪くない曲を作ろうとしてもこいつが協力しようとしないのがいけない倉橋くんそうなのこいつのは曲作りって言わねえんだよなはあ おままごとしたいならやめちまえ誰がおままごとだ。ああもう喧嘩すんだおい教師ならこの変人を強制してくれ、うん、まあまあ落ち着いてく倉橋君ちょっと一旦携帯やめようかやだ面談つまんないそう言わずにさだって話すことなんもねえもんどうしてそう思う クソ妻のレベルが俺に釣り合ってねえからああこいつが面白いもん作れるようになるまで俺は歌わねえよふざけるな俺は東京校ではトップなんだぞ実力なら誰にも負けないあっそうでお前は俺が気に食わないだけだろ 個人的感情で動くな。感情で動いてんのはてめえだろう真剣に音楽やってるカイリキュンに失礼なんだよ。はあ俺はお前より真剣にやってるだろう違うね。クソ妻はただのおバカちゃん。ばっくっ貴様、もう一度言ってみバ馬鹿ふざけるなうるせえ、静かにしろお前ら、何のために選抜に選ばれたと思ってる くだらねえ喧嘩してんなら、二人ともやめさせるぞちょ、田所さん、言い過ぎですって <laughs> 田所怒ってる怖、怖いにっけろー倉橋、座れやだよーてか、つまんねえからそろそろ帰るし、それじゃみなさん、バイチ、ちょうわー待って待って、行かないでアシノッチ、俺と鬼ごっこするは カリ君鬼ごっこ大好きそんじゃ行くぜよいスタートキーンはあちょっと倉橋く待ちなさい何なんだありゃこれで分かっただろうあいつは常にあの状態なんだよ俺が何を言おうと無駄だまあ言いたいことは分かるけどな 気持ちがついていってねえのはお前も同じだろうんどういう意味だあいつと2人で優勝したいと思ってるのか <laughs> 本当は自分1人でも優勝できると思ってるそうだよな当たり前だなら去年のカラーソニックなぜ準優勝止まりだったと思うそれはお前にずっと聞きたかったんだ 去年どうして直前になって曲を変更したそれはあのままじゃダメだと思ったからで俺の目を見て言え <laughs> もう一度聞く本当にあの曲が書きたかったのかそうだよ優勝するためにあの曲を書いたんだなのに <laughs> よく聞け高月今年は去年と比較にならないくらいハイレベルな生徒が集まってる同じことをしてたらまた負けるぞそんなこと俺が一番分かっているならもっと身の振り方を考えろよ <laughs> 教師というのは本当にご立派な仕事だなああ 何でもお見通しみたいな顔をして高見の見物はさぞ楽しいだろうがこっちの苦労なんて一つも分かってないくせにそれは俺に向けて言ってるのかどういう意味だ別にピンポイントで誰かを思い出しているように見えただけだんそんなことないもういいだろ俺も帰る 分かカグラいらっしゃったんですか今日は早く上がったんだ。お前こそ何をしている実家に置いていた資料を取りに来ただけです。寮が済んだらすぐに寮へ戻ります。それでは。 待ちなさいんでしょう楽曲の制作は大丈夫なのかご心配には及びません田所と足野から報告は受けているお前たちのペアが一番遅れているとねそうですか優勝できるかどうかはお前の作る曲次第だぞ分かっているのかペアの相手が協力状態にないんです それが足かせとなっているんですよ。協力状態にないとは自分とレベルが釣り合っていないだのと、好き勝手に物を言って、真剣に向き合わない、ふざけた男ですよ。本当にそうかどういう意味です。倉橋海里。彼の才能は素晴らしい。選抜オーディションの歌唱審査でも群を抜いていた。あの子の歌には、 確かな意志を感じる。何かを貫きたいという気持ちだ。聞く人間を退屈にさせない。何が言いたいんです彼がマイクを握らない理由は、お前にあるんじゃないのかあなたは、あいつの肩を持つんですかそういうことを言ってるんじゃない。俺よりあいつが評価されるなんて、納得ができませんね。これまでだって。 学院で結果を出してきているはずです神楽お前の音楽の欠点は何度も説明してきているはずだ技術のレベルが高い作曲家が優秀とは言い切れないあなたは俺に上を目指せと散々言ってきましたけどね私の言っている頂点はお前が目指している場所ではないよカラーレーションが必要としている人材もね 理解しかねますそうかこの言葉を理解できない限り今年の優勝は無理だろうなならどうしたらいいと言うんですか何を作ったら面白いと思うんですかお前は自由を恐れているんだよ自由臆病な自分に気づかない限り永遠に同じような曲を作ることになるぞ もう一度自分を見つめ直しなさい何なんだ好き勝手言ってふざけるな